ってるんだよ。機械がおかしなことになってるぞ。これじゃ危なくてブーを連れて通るのは無理だ。にゃんにゃん、ランドールが言ってた仕掛けってのはこのことか。ひどいぞ。俺たちに任せろ。サディたちはブーを安全なところに連れて行って。うん。静かになったぞ。今だ。ダメだ。また電源が入らない。だったらさっきのドアと同じように。何かないか。あれだ。え？あれ？あんなものでどうするんだ？そりゃいい。じゃ、頼むよ。何言ってるんだ。一緒にやろうぜ。おい、俺はいいんだって。いや、あ、ちょっと、おい、あ、ちょっと待ってここにいたのか。あらら、落ちちゃった。うー、さっぱりした。おい、よせ、やめろって。にゃんにゃん。ブー、おいで。サリー。ブーを安全なところに。ハートレスもいるのかよ。ああ、またかよ。俺たちに任せろ。ここを開ければ出られるぞ。で、こっちが工場全体の制御装置。こんなところ、さっさと出ちゃおうぜ。これか？おいおい、そんなに荒っぽくするなって。ダメだ。ランドールのやつがロックしてるんだ。操作できない。装置を壊すのはダメかな。あ、そうか。ちょっと待って。ここもブーの力を借りよう。いつかの時みたいにブーを大笑いさせるんだ。制御装置がショートしてロックが外れるかもしれない。いけそうだ。ブーは大活躍だね。ハハハハ。
にゃんにゃんわかってる。ダメだ、もっとドカンと笑わせないと。マイクが笑わせてやれよ。任せろ。はっ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 はブーには伝わりづらいかな。どういう意味？目があんなに大きいんだから、コンタクト落としても気づかないって。もういいや！俺はスロースターターなんだよ。そら、得意の見せてあげなよ。しょうがないな。みんなも一緒に。トップ交代だな。俺に挨拶もなしで行こうってのか。諦めろランドール、お前の思い通りにはならない。あの魔物もソラたちとやっつける。いや、お前の思い通りにもならない。俺様にはまだ切り札があるぞ。さあ、あいつらをやっちまえ。おい、どうした？動け。それが切り札だって。このガラクタが。待て、放っておこう。もうランドールには何もできないよ。にゃにゃ、それよりもブーを返してあげないと。そうだな。ブーのドアはドア倉庫にあるはずだ。ここを出て発電所区画を通り抜ければドア倉庫にたどり着く。さあ行こう。